いらっしゃいませ。川村百貨店にようこそ。オーナーの川村彩乃です。今回は8月24日から販売開始されますアンジュルム2020オータムの中から素敵な商品をご紹介したいと思います。お手伝いいただくのは今回もこちらの方、佐々木さん。佐々木さん、どうも。川村百貨店専属バイヤーの佐々木理香子です。はい、今回もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速ですが商品の紹介をよろしくお願いします。はい、今回はですね、多くのお客様からリクエストをいただいておりましたこちらのアンジュルム T シャツをですね、今回商品化するということで、ついに、はい、アンジュルムです。アンジュルムです。はい、ね、しかも今回は特別にアンジュルムメンバーが T シャツの制作に参加されたと伺ったんですけど、そうなんですよね。ということで、まずはこちらの VTR をご覧ください。アンジュルムの竹内あかりです。はい、今回ですね、なんと秋に発売されるグッズ、なんとついに皆さんのお手元にあの T シャツがやってきます。イエーイ。なんぞやなんぞやって思ってるかもしれませんが、結構ですね、この T シャツ欲しいなっていう声が多かったみたいです。ということで今回ね、皆さんにぜひ着ていただこうじゃないかということで、こちらの T シャツになりました。ドドン、ドーン、アンジュルムでーす。ドド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 。これはですね、私たちがアンジュルム、DVD マガジンでやってた時に着ていた T シャツなんですけども、秋に発売されるグッズで作りたいと思いますので、皆さんもぜひアンジュルムに加入してみてはいかがでしょうか。いざ発売するときはですね、はい、私の仕事やってまいりました。こちら、じゃじゃん。この名台詞、だって私たち、この字はですね、私が今回書かせていただきました。結構書きましたよ。朝早く起きて、ほんと1、2時間ぐらいかけてたと思います。何十枚も書きました。そのうちのこの出来上がったやつです。このかすれ具合とかいい感じに出てます。印刷されて発売されるみたいなので、ちょっとね、楽しみにしててほしいなというふうに思います。結構いい字書けたと思いますので、私的に、はい、ということでこの大好評のアンジュルム、この T シャツぜひゲットしてください。お願いします。そして竹内さんに書いていただいた文字を T シャツにプリントしていただいたのはこちらの方々です。実際に T シャツプリンターの工程をレクチャーしていただきました。ここは要は実質で穴が開いてる状態になりますので、ここだけインクが落ちる状態になってますので、それをインクをこの半分の上に乗せていただいて、はい、要は少し起こるような感じで、はいはい、このインクを滑らしたり、でこの穴開いてるところに目がけて折ったり。おお。もう出来上がってる。すごい。で、これ今乾いていないので、普通のヘアドライヤーなんですけど、はい、それでまあ大体1分ぐらい乾かしてもらって、でまあその状態で取って、こんな状態をやっていただこうかなと思ってます。はい、はい。インクもそして、はい、インクもやっぱ T シャツ用のやつ。そうですね。結構強めでも大丈夫です。そうですね。開けると、おお、できてる。もっと近くて大丈夫です。うん、やっております。乾いた、はい、もう乾いたの。早い、はい、外していただいたりします。できました。え、もうそのざっと、はい、ざっといきますよ。はい、あ、いい感じです。あ、でもすごい、もうすっと力入れちゃっていいですか。はい、そうです、はい。だいぶ乗ります。やりすぎちゃった。こんな、でもこれは洗濯しても落ちないんですか。はい、あ、落ちないんですね。
まあ、水性なのでドライヤーで自然乾燥、まあ自然乾燥というか、まあ普通にこのままほっといても乾くんです。あー、すごいと思います。できました。じゃーん、ありがとうございます。じゃあ本番の、はい、じゃあ1枚目作ります。はい、せーの、はい、はい、どうかな、結構いい感じですかね。もうちょっと上げてみる。はい、あ、できてますよ。ほら、あ、まだ乾いてない。はい、はい、へえ、こんなやってできるんですね。これがあなたのところに届くかも。はい、できました。できました。だって私たちアンジュルムですからっていう T シャツです。シュッと大丈夫ですか。前にできました。面白いです。ヒント、はい、開きました、開きました、襟を落とす感じで。あ、こっち。はい。はい。はい。しっかりつきました。できました。あなたに届きます。きっと。受け取って。はい。これを一枚一枚ねやるのすごく大変だなっていうふうに思いましたけど、すごい楽しかったです。ね。入れてこう合わせるのがすごく難しかった。だって私たち、アンジュルムですからっていうことで、はい、皆さんも、このだって私たちアンジュルム T シャツ、ぜひ、お手に取って着ていただけたらいいなと思います。はい、笠原さんも T シャツプリントにチャレンジしました。着ていきます。こうして、こう、下に通して、あ、して、あ、ここが、ここくらいか。ここですか、ね、あ、やっていきます。うーん、ちょっと待って、たくさんあ、ちょっと待って、ね、では、やっていきます。お、一発で綺麗にできました。一応、うん、ペンペンペンで、上げていきます。ですね、はい、はい、おー綺麗です。じゃあ乾かしていきます。OK かな。はい、ありがとうございます。よいしょ、はい、完成です。というわけで、今佐々木さんが着ている T シャツにも背中にだって私たちの文字が入ってるんですよね。そうです、ここです。ライトイエローのボディにブルーの文字が映えますね。こちらサイズは S から XL までの4サイズご用意いたしました。ちなみに今私が着ているのは M サイズになります。急にアンジュルムの部員が増えたっていう感じになりますよね。今までアンジュルムに入るためにはすごい過酷な入学テストを受けないとこの T シャツを着なきゃなかったんですよね。最初はなので急にみんな簡単に入れちゃうよ。みんな着てるっていう状態になるんですけど、レアです、レア、レアですね、はい、まだ入部テストしてないので仮入部っていう形になるのかもしれないんですけど、こういうの T シャツをね着る方がたくさんいたらなんか感動しますね。ちょっとたくさん増えて、そうですね、みんなでやりましょう。アンジュルムです。続いてご紹介するのは毎回ご好評いただいておりますピンナップポスター。イエーイ。なんと今回はですね、実物をご用意いただきましたので、はい、佐々木さん開封よろしくお願いします。はい、開封いたします。こちらのあのモノニアスさんの、オープナーを使いました。皆さんこれとても便利なので、ね、使いましたと思います。初めて使うのでお見せします。おー、
めっちゃ綺麗。これ見える？あ、見えないね。これ見て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 分かりやすい。すごい、めっちゃ綺麗に開くの。だーの、せーの、じゃん。誰だ誰だ。レイラちゃんや。かわいい。おしゃれやね。おしゃれですよ、ね。カム出ないかな、カム。私、じゃん、カム、じゃん。いや、佐々木さんを見たいですね。綺麗な感じだったら何でもちょっと、ペンネと綺麗な人です。あーって今色みたいなの見えた。せーの、ドン。あー、フナだー。フナでも会いたい。なにこれ。今回のピンポスのテーマはリラックス。椅子に座ることによっていつもとは違った表情やポーズが表現されています。こちら全16種ございます。誰が出るか開けてみてのお楽しみということで、皆さんゲットしてみてください。その他お気に入りのクリアファイルを透明ポケット部分に入れたらいいんじゃないの等々のポケットに入れるための縦型クリアファイルなど、いろいろ取り揃えております。詳しくは E ラインアップモールにて皆様のご利用をお待ちしております。以上、川村百貨店のオーナー川村彩乃と専属バイヤーの鈴木陸子でした。ありがとうございました。